皆さんこんにちは。今回はお笑いタレントとして知られる土田晃之さんについてお話しします。土田晃之さんといえば辛口コメンテーターとしても有名ですが、実は波乱万丈な人生を送ってきた方なんです。そんな土田さんの元ヤンキー時代のエピソードから、家族との関係、最近の新型コロナウイルス感染による緊急入院まで、様々な側面を掘り下げていきたいと思います。まずは土田晃之さんのプロフィールから見ていきましょう。土田晃之さんは1972年9月1日生まれの52歳、東京都練馬区で生まれ、埼玉県大宮市、現在の埼玉市見沼区で育ちました。身長は183cm と高身長で、血液型は AB 型です。芸能界ではツッチーの愛称で親しまれています。土田さんは1991年にお笑いコンビ U ターンを結成し芸能界入りしました。その後2001年にコンビを解散し、ピン芸人として活動を始めます。現在は太田プロダクションに所属し、バラエティ番組やラジオ番組で活躍しています。さてここからは土田さんの意外な過去、ヤンキー時代のお話をしていきましょう。実は土田さん、中学から高校にかけてかなりのヤンキーだったそうです。特に高校時代は土田さんのヤンキー時代のピークだったそうです。当時の土田さんはヤンキーファッションにバリバリのリーゼント、眼光鋭く、かなりの強面だったようです。変形学生服にリーゼント、眉毛も細く反り込んで、完璧なヤンキースタイルだったそうです。 183cm の長身と相まってかなり恐れられる存在だったそうです。しかし興味深いのは、土田さんが見た目とは裏腹に実はかなり内気なヤンキーだったということです。ヤンキーではあってもどちらかというと引きこもり気質で、ガンダムやサッカーを見るのが好きだったんだとか、ヤンキー同士の喧嘩も面倒くさいからという理由であまり参加しなかったそうです。でもそんな土田さんにも血の気の多いところはあったようで、後輩芸人のアンジャッシュ渡部さんが面白いエピソードを語っています。ある日楽屋に超不機嫌な顔でやってきた土田さんが、前を歩いていたやつの歩くスピードが遅かったからケツを蹴ってやったよと言い、蹴った後もまだブチ切れていたそうです。そんな土田さんのヤンキー時代、実はとても面白いエピソードがあるんです。高校の修学旅行でアメリカの西海岸に行った時のお話です。土田さんの通っていた高校は男子校で、修学旅行に学ラン姿、リーゼント頭で行ったんだそうです。出発前、クラスメートの誰かが、お前らアメリカに行くんだから気合い入れていこうぜと言い出して、みんなで意味もなく気合を入れたんだとか。アメリカについて、ある日ロサンゼルスからグランドキャニオンにプロペラ機で行くことになりました。50人乗りくらいのプロペラ機に1クラスずつ乗り込んで滑走路を走り始めた時のこと、クラスメートの赤石くんが、おい右のプロペラ動いてないけど飛ぶの？と気づいたんです。するとヤンキーたちが、プロペラ回ってねえじゃねえか、飛ぶのかよと大パニック。結局飛行機は滑走路に戻され、故障のため1時間待機することに。待っている間ヤンキーたちはどんどんイライラしてきて、なんで俺らはここにいるんだよ、ふざけんじゃねえと空港で大騒ぎ。そこに教頭先生がやってきて、プロペラ機が直らないので翌日に予定していたディズニーランドの予定を変更し、土田さんたちのクラスだけ今からディズニーランドに行くことになったと伝えました。するとヤンキーたちは、ふざけんなよお前、もう昼過ぎだぞ、なんで俺らディズニーランド短いんだよ、俺ら不利じゃねえかよと教頭先生に食ってかかります。教頭先生は、確かに不利だから君たちのクラスだけ閉店までいてよいと特別許可を出しました。するとさっきまで怒っていたヤンキーたちが、え、パレード見れるの？と急に大はしゃぎ。しかしディズニーランドに着いてからが面白いんです。ヤンキーたちは計画性がなく、土田さんの友人の小林くんは彼女に頼まれたミッキーマウスの大きなぬいぐるみを入り口に入ってすぐに買ってしまったんです。その結果小林くんは一日中脇に大きなミッキーマウスのぬいぐるみを抱えながらディズニーランドを歩き回ることになってしまいました。最後にディズニーランドで集合写真を撮ることになり、
ヤンキーたちは写真にすごく凝るので、お前ら気合い入れろよ、と、ミッキーマウス持ちの小林くんが号令をかけたそうです。ところが、出来上がった写真を見たら、小林くんはミッキーマウスのぬいぐるみを大きな袋に入れているところだったという、なんとも愛すべきヤンキーたちのエピソードですね。そんな土田さんは一体どこの高校に通っていたんでしょうか。土田さんの通っていた高校は、埼玉工業大学深谷高等学校、現在の招致深谷高等学校です。埼玉県深谷市にある高校で、土田さんは埼玉県大宮市、現在のさいたま市見沼区から電車で通っていたそうです。この高校、実はラグビー部が有名なんです。全国大会で優勝経験もあり、優秀なラグビー選手を何人も輩出しているそうです。ただ、いわゆる偏差値はそれほど高くない高校だったようで、土田さんが通っていた頃はヤンキーがたくさんいる学校だったそうです。ヤンキーだった土田さんにも意外な一面があったと語っています。それは工藤静香さんの大ファンだったということ。工藤静香さんといえば、ちょうど土田さんのヤンキー時代である1980年代後半から1990年代にかけて、日本中のヤンキーたちを夢中にさせていた歌手です。当時の工藤静香さんのコンサート会場には、ヤンキーたちの改造車ばかりが止まっていたそうです。土田さんもおにゃんこクラブ時代から工藤静香さんの大ファンで、コンサートにも行っていたんだとか。ヤンキーな外見とアイドルファンという意外な組み合わせ、これも土田さんの魅力の一つと語られています。さて、ここまで土田さんのヤンキー時代についてお話ししてきましたが、ここからは土田さんの自己に焦点を当てていきましょう。土田さんはバラエティ番組やラジオ番組で活躍するだけでなく、辛口コメンテーターとしても知られています。しかし、そんな土田さんにも思わぬ出来事が起こりました。2017年10月13日、土田さんは車の運転中に交通事故を起こしてしまったのです。この事故自体は大きな問題にはならなかったのですが、その後の土田さんの対応が批判を浴びることになりました。土田さんは自身が起こした交通事故について、バイキングの生放送中に語りました。しかし、その際の発言が問題視されたのです。土田さんは、僕が一番びっくりしていると発言。この言葉が当事者意識が欠けているとして批判を浴びることになりました。普段から他人の不祥事に対して厳しいコメントを連発している土田さんだけに、自分はどうなんだという厳しい批判が相次いだのです。この出来事は土田さんの芸能活動にも影響を与えかねない事態となりました。一部では土田さんが安住していたひな壇芸人の座から降ろされるのではないかという噂まで出たほどです。実際、最近では後輩芸人である平成のぶしこぶしやカズレーザーが目立つようになり、土田さんの不動のポジションが揺らいでいるという指摘もありました。さらに、土田さんのラジオ番組では番組やスタッフへの苦言も多くなっているという報告もあります。クソみたいという言葉を口癖のように言うようになったことから、番組起用から外されつつあるのではないかという憶測も飛び交いました。しかし、土田さんはこの時期も5つのレギュラー番組を抱える売れっ子芸人でした。そのため、いきなり干されるということはありませんでした。また、ネット上では土田さんを擁護する声も多くありました。交通事故を起こしても逃げずに謝罪して堂々としている姿勢や、必要以上にバッシングを浴びせるマスコミに対して批判の声を上げる人も少なくありませんでした。このように、土田さんは芸能界で波乱の時期を過ごしましたが、それを乗り越えて活動を続けてきました。そして最近、土田さんに再び試練が訪れていたといいます。2024年6月、土田さんは新型コロナウイルスに感染し、症状が重症化して緊急入院するという事態に見舞われたのです。事の発端は、6月23日に放送予定だった冠ラジオ番組土田照之日曜のへそ日本放送を急遽欠席したことでした。当初は喉の不調で声が出にくい状況が続いているという理由で欠席したのですが、その後の状況は予想以上に深刻なものでした。7月7日の放送で3週間ぶりに復帰した土田さんは、緊急入院していたことを明かしました。土田さんの説明によると、
6月23日はスタジオまで来ていたものの、声が出ない状態だったため急遽欠席したそうです。その後病院で診察を受けたところ、医師からこれダメだ、ダメかもしんないと告げられたといいます。土田さんが説明した当時の症状は驚くべきものでした。扁桃腺の熱、唾を飲み込むともう喉が痛くて寝れなかった、激痛で起きてもう全然寝れない感じで水も飲めず吐いちゃったりする、このような状態だったそうです。しかし扁桃腺はそこまで腫れていなかったため、医師は鼻からカメラを入れて患部の状態を確認しました。その結果は衝撃的なものでした。鼻の裏側は膿や痰だらけ、腫れちゃってて緊急入院ですと、死にますよって言われて、腫れて気道が塞がってきちゃってて、そこに痰とかがついて息ができないのよ。その前日とかも2回ぐらい息ができなくて夜中に起きたりしていたと、土田さんは当時の危険な状態を説明しました。医師からの診断を受け、土田さんはすぐに紹介された病院に緊急入院することになりました。入院後の検査で土田さんは新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。入院中は常に管につながれた状態で3日間にわたり入院生活を送ったそうです。その後は自宅療養に切り替わりましたが、なかなか症状が回復せず、6月30日に予定していた仕事復帰も叶いませんでした。結局病院で強めの薬を処方してもらったところ劇的に回復し、7月7日の放送で3週間ぶりに番組に復帰することができたのです。この土田さんの経験は新型コロナウイルスの危険性を改めて認識させるものとなりました。土田さんの症状報告を受けて、ネット上でも同じような症状で苦しんだ経験や、しばらく味覚嗅覚障害が続いたという報告が相次いでいます。さて、ここまで土田さんの波乱万丈な人生について、ヤンキー時代から最近の新型コロナウイルス感染まで様々な側面からお話してきました。最後に土田さんの家族についても少し触れておきましょう。実は土田さんは4人の子供を持つパパなんです。土田さんは子煩悩で知られており、子供たちのことをよく番組で話題にします。また土田さんは1998年に結婚しているのですが、これが芸人としては異例の速さだったんです。なんと25歳での結婚、当時まだ芸人として売れていなかった土田さんがなぜこんなに早く結婚を決意したのか。土田さんは嫁の会社の上司に、結婚は考えてないの？と聞かれた時、考えてないこともないですよと答えたそうです。すると上司から、じゃあ来月あの子の誕生日だから結婚してあげなさいと言われ、それがきっかけで結婚を決意したんだとか。しかし本当の決め手となったのは嫁の父親との出会いだったそうです。土田さんは結婚前に嫁と同棲することになった時、嫁の両親に挨拶に行きました。お笑い芸人という不安定な仕事をしている身の上のため、反対されることも覚悟していたそうですが、意外にも嫁の父親が気さくに受け入れてくれたんです。それで土田さんは責任を取らないといけない、このお父さんに恥をかかせられないと思い、結婚して嫁を大切にすることを決意したそうです。土田さんの愛妻家ぶりは有名で、2009年にはオリコンが発表した理想の父親だと思うお笑い芸人のアンケートで2位に選ばれたほどです。また子供のためには惜しみなく行動する一面も、結婚して間もないブレイク直前の頃、まだ収入も少なかった時期に子供のためにモデルハウスを購入したというエピソードもあります。土田さんは子供が小さかった頃にモデルハウスを見に行った時、子供がとても喜んでモデルハウス内を超高速ハイハイしていたのを見て、その家を買うことを決めたそうです。このように土田さんは家族思いの一面を持ちながら芸能界で活躍を続けています。元ヤンキーから人気お笑いタレントへ、そして辛口コメンテーターとしての活躍や家族思いの一面、さらには交通事故や新型コロナウイルス感染など様々な困難を乗り越えてきた土田晃之さん。さて今回は土田晃之さんについて、その波乱万丈な人生を振り返ってきました。いかがでしたでしょうか。これからも土田さんの活躍から目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。